は三菱自動車、三菱商事、三菱火星、三菱重工、ビーバーエアコンの提供でお送りします。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。私と今岡野慎一郎さんは、このスペインのマドリッドの一つの象徴でもありますスペイン広場、後ろにありますのがドン・キホーテの像なんですが、その前に立っています。それにしましても岡野さん、昨夜はですね、はい、イタリアの勝利ということで、イタリアの大応援団がちょうどこの向こう側にあります旧ホセアントニオ通り、グランビア通りを占領しましたね。そうですね、昨日はもうマドリっていうのはね、はい、スペインの街じゃなくて昨日はイタリアの街、はい、そうでしたね、うん、どうしてまあこんなにサッカーというのはこの人たちを夢中にさせるんだろうということをまたしみじみ考えてしまいまして。そうですね、岡野さんには何度もそのことを伺ってるんですがね、うんうん、まあやっぱり来てね、はい、それぞれの人、国の人がそれぞれの国の国旗を持ってね、はい、しかもそれが子供からおじいさんおばあさんまでね、はい、集まって本当に顔中口にしてね、はい、声援をしているという姿っていうのはやっぱり他のスポーツじゃそういっちゃですが、なかなかないでしょうね、はい、この番組もおかげさまで岡野さんの解説で15周年を迎えて、はい、700回を突破しまして、はい、その中で世界中のサッカーの魅力をですね、今までいろいろと話していただいたんですが、やっぱり昨日のイタリアの力を見ていますと、観衆が共に選手と戦い、はい、それが今のイタリアのその全部の力がそこへこう凝縮されるっていうんでしょうか、そんなような感じさえしたんですがね。そうですね、やっぱりグランドの上にいるのは11人ですがね、はい、その背景にあるものはね、はい、全イタリアの国民、はい、もちろんスタジアムには大統領も来たけど、はい、そういうバックアップみたいなものが彼らの肩に背中に全部ガーッと、いい意味で言えば支え、はい、逆に言うとプレッシャーとしてはあるわけですね。そうでしょうね。だからその中でやっぱり戦うことの責任と、逆に言うと素晴らしさというものをやっぱり彼らは感じながら戦ってると。だからあれはイタリアの戦いなんですよね。なるほどね。そういうところがやっぱりサッカーの持ってる非常に大きな魅力であり力だろうと思いますけど ね、 これを1930年からですね、はい、辿ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらこそよろしくどうぞ。ワールドカ